はい、お疲れ様でございました。今日ファイブアンダーということですけども、はい、今日良かった部分というのはどのあたりがあったでしょうか。ああ、まあ基本的にはもうパッティングにつきますね。練習では結構パター入るんですけど、本番で入らないっていう試合がすごく多くて、やっぱりちょっとパターかなっていうのはありました。今日のコースコアは、プレーを振り返って点数をつけるとしたら何点ぐらいつけられますか。点数、はい、今日の点数は、点数今日はもう100点じゃないですか。はい、もうちょっとできすぎるぐらいできましたんで、はい、まあ、そうですね、今まであんまり経験値がないので、そこはやっぱり冷静にプレーはしたいんですけど、冷静にプレーさせてもらえないと思うので、まあ、その緊張してるみたいなところを、まあ、楽しめたらもう最高かなとは思います。はい、最後にファンの皆様、こんにちは。シニアツアーではですね、やるよやるよと言いながらも結果が今まで出なかったので、ちょっと今日の結果を見たですね、お客さんたちはちょっと喜んでくれてるのかなと思います。でも今日1日でね、終わらないように、あと2日間ありますので、最後の方まで楽しませることができるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。